おきいっそ、おきいっそ、ルンルルン。みなさんおはようございます。ポテチン TV のポテチンでごじゃる。いつもご視聴いただきありがとうございます。へいし、うら、やっと来られました。おきいっそ、私のお気に入りのせ、お魚いっぱいいますせ。あんまり大きな声を出すとお魚が逃げてしまいますので、そろそろ静かにしたいと思います。やっと来られました。何度かお魚いっぱい回せ、行かせてくださいって言って船長にお願いしたんですけど、君はダメだ、君はまだダメだって言われて、ね、やっぱ男性とね、私とちょっと動きの俊敏さとかも違いますし、ちょっとまあ船出れるんだけど私にはちょっと危ないっていう判断を船長がしてくれてですね、まあ、そういうのがすごくありがたいんですけど、やっとやっと今日はいいよってことで乗せてもらいました。さて今日の狙いなんですが、前回の動画、前々回かなの動画でですね、メジナを狙ってバベが結局釣れたんですけど、あっち、あそこご覧ください。映ってますかね、あそこくぼみがあるんですよ。あそこ絶対魚いるよね。で結構前の動画なんですけど、このくぼみのところに本当めちゃめちゃでっかい、まあ磯の上からだったので、まあ、詳しいサイズは分かんないけど、本当にねパッて見た時にこんぐらいのメジナがいたんですよ。で本当もうそれよりも大きいハリセンボンとかもいたから、絶対ここなんかいるんですよ。だからね、そのバベが釣れた時の餌で今日はここにいるでっかいメジナを釣りたいと思います。大きいメジナを狙ってる中で、もし、まあ、ちっちゃいウリボウとか小さい、まあ、アジとかが釣れるようであれば、それを今日は泳がせてすごいニヤニヤしちゃった泳がせて青物の回遊があるかどうかちょっと様子を見てみたいと思います。実はさっきからね、カツオドリ、空飛ぶペンギンですよ、あれ、あれがすっごいボン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 海に突っ込んでるので、いるんじゃないこれで。しかも情報的には10キロ20キロぐらいのカンパチとかが上がるらしいんですよ。やばいね今日は。ということで早速今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の仕掛けですが、にゃんこ先生浮きが私はやっぱり好きだなと思って今日はにゃんこ先生連れてきた。でちょっと改良しました。上の方に団子爆弾針つけて、1本だけ長いのつけて、うらでその長い針にオキアミをつけて、こう上のね団子の方にちっちゃいのがわーって集まってる間に、下の方をね、いいな、美味しそうだな。あれこれってあれじゃん、うまいやつじゃんって言って大きいのがこれに来るっていうね、やっっていう今日は作戦です。あ、沈んだ沈んだやったやっと来た。ただすごいちっちゃいすごいちっちゃい、あー、なんかあれ親ビッチャー釣れた
ちょっと衣に似てる。ほら、下の方の針にかかった。これ親ビッチャーだよね。これ泳がせに使えるのかな。使ってるって聞いたことないからリリースします。かわいい。お、沈んだ。やったー、来たー、来た来た。わあ、なんだろう。おにゃ、え？嘘。アラカムが来た。煮魚が来ちゃった。ちょっと棚が、あ、でも親ビッチャーと同じぐらいってことは。すごい、みんなそこの方にいるってことですね。ちっちゃいのでリリースします。結局多分あれはメジナではなくフグの猛攻です。ハリス切られたりしたので。それだし、もう雨降るし回収の時間だし釣れなかった。いや、親ビッチャとカサゴは釣れましたけど、また来よう。ちょっと仕掛けとか餌とかいろいろ改善してもう一回来ます。ただね、今日はなんか足元のお魚の雰囲気が前と違ったので、やっぱ暖かい時期と冬寒い時期違うんでしょうね。おはようございます。船長に断られたので今日はポイントを変えました。君はダメだって言われました。ちょっとうねりが残ってたのでね、しょうがない。でもここにもグレいるから。寒い。寒いよ。ゆるりら。先日の釣りのあと、ちょっと祖母の家に行って、カングレ食べたいよねっていうお話をしてたんですよ。そしたら、なんか急におばあちゃんが、おじいちゃんの仏壇をゴソゴソし始めて、何してるんだろうって思ったら、ノートを取り出したんですよ。これ、おじいちゃんの釣りのなんか秘伝の書みたいな。その秘伝の書にはなんとメジナ釣りの餌の調合が書いてあって、今日はその餌を作ってきました。お、当たってる、沈んだ。よし、来た。おや、まず一匹目はビラービラ釣れた。なんか今日赤くない、ちょっと茶色い、寒いからかな。ベラがいればメジナもいる。ちっちゃいメジナがいればでっかいメジナもいる。おばあちゃんはメジナの白子しか食べない、白子食べたいって。だからおじいちゃんの秘伝の書を取り出して私に釣ってきてって言ってた。私はとりあえずカングレを食べたい。皆さんおいしいおいしいって言うので、いいよいいよ、めっちゃコッパが集まってきてるよ。よし、あ、結構今勢いよく沈んだ。よし、かかってるかかってる。おお。やった、来た来た、メジナ来た、イエーイ、やったぜ。よし、これがいれば、これがいればでっかいのもいる。
20センチぐらいのメジナでも白子あるのかな。あれは塩焼きとか煮付けサイズだと思うんだけど。お、当たってる？当たってるってる。やっぱ朝マズメは強いな。あ、うん、うん、来てる来てる。当たってるってるだよ。今日は一段と寒い。寒い。指がもげそう。当たってます。当たってます。凄まじく当たってます。沈みました。沈みました。かかってます。釣れました。ちっちゃい。ちょっとちっちゃくなった。リリースします。よし、沈んだ。あれ、なんか色が違うぞ。あ、フグ来た。フグ来ちゃった。このフグもね、あんまり素手では触らない方がいいということで、この間みーちゃんが言ってた。今日はめっちゃ当たりますね。おじいちゃんの秘伝の書にメジナ釣りは、メジナ釣りというか団子釣り、団子釣りは団子の配合よりもその団子を針につける時の技術を向上させなさい的なことが書いてあったんですよ。で、今日はその秘伝書に書いてあった寒グレを釣る時の団子の型、団子の付け方をやってるけど、すごい当たる。あ、釣る、来た来た、沈んだ。あ、あ、あ、やばい、根に入った。出てきて。あ、取れた、取れた、取れた。よしよし。おっしゃー。お、なんか結構でっかいぞ。あ結構でかい赤笹の花ぶ、あげて、赤笹の葉べらでした。釣れる確率が半端なく高い。おじいちゃん恐るべし。あ、うわ、離しちゃった。これはダメだ。ちょっと今日持ってきてないので、この釣りが終わった後に大きい針で団子の付け方を説明しますね。これじゃちょっと小さすぎて分かんないかもしれないので、この団子の付け方はよくお魚が乗る。お、沈んだ。じゃあ浮いてきた。よくお魚が乗るからノリノリ団子だ。沈め。ほら、浮きも踊ってるよ。ノリノリ。ちょっと今私の動き気持ち悪いとか思ったでしょ。よし、来た、来たぞ。お、お、やったやったやった。お、結構いいサイズじゃん。でももっと大きいの釣りたい。メジナ、かわいい。ノリノリ団子だぜ。さあ、ここで赤笹のハベラ、フグ、そしてコッパグレが釣れ始めたので、きっとその子たちのね、下の方にその子たちよりも大きな子たちがこうやっておこぼれを食べてると思うんですよ。だから今の棚よりだいたい30センチぐらい深くしてみたら、こう、この辺にあったやつのこれはっってなるんじゃないかなっていう、ちょっと棚を変えてみたいと思います。60センチぐらいのメジナ釣れないかな。
これだけメジナがいればね、でっかいのもいるはずなんですけどね。警戒心が強いからなかなか釣るの難しい。大きいメジナに届け。あ、当たってるってる、沈んだ。よし、来た。やっぱちょっとちっちゃいね。まだ大きいのいるはずなんだよ。リリースします。当たってる、当たってる。やばいね、当たり方。うわー、沈んだ。よし、あ、お、これはちょっといいサイズなんじゃないか。うわうわーとか言ってしまった。うわー、いいサイズの赤笹の油。大きくなったね、大きくなったよ。ほら、やっぱ深みに入るとなんか変なのがついてる。目のとこなんか変な透明なやつがスルスルスルって上に上がってきた。この団子の握り方最高ですね。おじいちゃんありがとう。こっちかな。ありがとう。それにしてもこれだけ寒いのにめっちゃお魚釣れますね。沈んだ。よし、来た来た。うーん、うん、おおでっかいフグだでっかい、大きくなった。もちもちしている。雪見大福みたいだね、お腹。当たってるってる。楽しい。めっちゃ当たる、めっちゃ釣れる、めっちゃ楽しいこの釣り楽しい。当たってる、釣る。よしよし、沈んだ。ちっちゃい、ちっちゃいちっちゃいけど引きはいい。あ、なるほど、メジナだったのか。また釣り糸が絡まってる。鳩が、よし、よし、グローブしてるから大丈夫。あ、ちょっと待ってね、待ってね、待って待って、はい、ごめんね、ごめんね、すぐ外すから。うんうん、待ってね。よし、あー、これはまた、もう切っちゃえ、もう切って足だけ出しちゃった方がいいかも。あー、大丈夫大丈夫もうその方が最初からそうすればよかった。はい、見えますか。あ、取れた取れた。あ、全部取れた、よかった、もう大丈夫かな。大丈夫だね、大丈夫、大丈夫だね、うん、よかった、外れて。はい、無事に外れたので、皆さんゴミはちゃんと持って帰ってくださいね。はい良かった。なんかさっきより綺麗に飛んでる
はい、ということでおじいちゃんの釣りノート、他にもね、いろいろなんか面白そうなことがいっぱい書いてあったので、今後皆さんにちょっとずつご紹介していければいいなと思っております。それでは今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバイ。おじいちゃんありがとう。元気。